なんちゃ。セパレート切るやつ自撮り多め。はい、ということでね、今日なんですけども、前回に引き続き、サブトーン！ということで、ちょっと今、勝也がいないんですけれども、ちょっと今日は、実際に箱根駅伝を、走った二人でですね、ちょっと、現役時代の験担ぎということで、レース前の験担ぎですね、はい、これを、トークテーマに、はい、サクッと。やっていこうかなと思います。で、もう皆さん、現役選手、まあ、一般ランナーの方でも、試合前に何かしてることとかってあると思うんですよね。早く寝るとか、何でもいいんですけど、何かを食べるとか、まあ、そういうのを、実際にその箱根駅伝を走った二人が、どういうことをやったかっていうのを、ちょっと動画にしていきたいと思います。みんな何かしらあるけど、まあ、例えば川内ゆきさんだったら、なんか、前日に、カレー。あ、カレーとかなんかラーメンとか、ね。ラーメンとか。なんかちょっと重たい、一見敬遠されそうなものを結構おかわりとかしてがっつり食べるとかっていうの結構テレビでも取り上げられてたと思うんですけど、なんかそういうなんかまあ面白いのがあるのかな、僕も知らないんで、お互い多分何をしたか知らないので、どんなのをしてたんだろうっていう他の選手がっていうのを言い合っていけたらなと思います。なんか食事気をつけたこととかあった？俺の場合は結構神経質だったから、やっぱ全部なんかちゃんとしてないと、やっぱり本番に不安材料があるのが嫌だったから、結構食事とかは気をつけてました。例えば何？そういうの、ちょっと消化のいいもん的な。そう、もう本当にこれも凝り出すとキリがないんですけど、本当にすごい人はもう1週間前とかに、1ヶ月前とかから、この時期はこういうものをこの組み合わせで食べるみたいなのと逆算して作っていく人もいるんですけど、僕はそこまでやってなかったんですけど、例えば試合前1週間はちょっとこう糖質を多めに食べるとか、まあでも直前3日ぐらいになってくるとちょっと消化いいものを中心にしたりとかいう感じで結構出し入れしながら食べてましたね。俺はでもなんか決めてるのがあって、試合の当日、レースの大体4時間か5時間前にご飯を食べるようにしてて、そこで食べるもんっていうのは、大体その家で作ったりとかできるときは、餅うどんを食べてました。うどんに餅を2個入れて食べるっていう。餅うどん、うん、これがなんか、勝手な自分の中の結構昔から高校時代ぐらいからの験担ぎというんですかね。なんかこれを食べたら勝負飯っていう感じでは。勝負飯っていいね。なんかそれ結構もうそれが一個験担ぎだし、餅うどんってやっぱすごいいい組み合わせで、僕も今ここにメモしてるんですけど、僕も餅食べてたんですよね。試合の当日、それこそそのレースから逆算した時間から、一番最後の朝飯だったり昼飯の時間に餅持ってってましたね。食べてました。やっぱじゃあ餅は結構あれなんかね、いいかもしれへんね、じゃあ。やっぱり腹持ちがいいっていうのも多分あると思ってて、多分その今、餅とうどんの組み合わせって多分そのちょっと腹持ちがいい餅と多分消化がいいうどんの組み合わせだと思うんですよ。だから同じものでパンってエネルギーを取るんじゃなくて、消化が早いもの悪いものって組み合わせて糖質取れとかって言われるんですけど、多分それの応用だと思うんですけど、すごい理にかなった勝負飯じゃないかな。餅は腹持ちがいい。これでいきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。いや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 、終わらないです。終わらないです。終わらないですよ。締めてよかったから。餅を腹持ちがいいで締めるチャンネルはもう速攻アカウント消し、登録消してください、ね。はい。食い物に関してはそんな感じ。そんな感じか。あとは？あとは、うん、結構もうメンタル的なところになるんですけど、うん、そこまでみんないろんな練習してきたら、もう付き合い牙で何かしても変わんないと思うんですよね。で、もうだから自分がやってきたことにこう自信を持つっていう意味で、明日が試合だぞっていう日の調整は、できるだけこうなんかいいイメージとか、楽しいイメージを持って調整するようにしてます。試合に向けてね。例えばやっぱりみんなギリギリとかでやってると足が痛いとか、いろいろあると思うんですよ。ちょっと調子が微妙だなみたいな。いう時もあんまりネガティブにならずに、前回もそんな感じだったけど、本番になったら結構体動いたから、明日になったらめちゃめちゃ動くわって、動くわって明日だったら体調が良くなるって思って寝ることで、なんていうかな、実際に重くても、朝起きてちょっとそうなった気になれるというか、俺は今大丈夫だみたいな。まあ自己暗示なんですけど、結構そういう、まあいけるいけるって思ってやるっていうのを僕はやってましたね。俺結構レース前日に刺激練習をするよね。刺激の最終調整の刺激の練習はもう絶対400日本にいつもしてるんですよ、どのレースでも。でそれをなぜ統一してるかっていうと、それこそこう結構もうここ何年同じ練習前日400日本入れてるんで、その400日本で大体分かるんですよ。だからこれぐらい走れるなって。だからそのケースが聞いたみたいに、あ、そのモチベーションとか試合へのっていう感じと多分似てて、あ、これでやったらこれぐらい走れるなっていうのが正直なんか、その前日の練習を見れば大体分かって、あんまりその外すことも徐々にレースを外すことも減っていった記憶があって、で、なんか調子悪いから高レースプランをこう立てようっていう
感じの意識を持っていくようにしてるために、前日の刺激は毎回一緒のことやって、結構自分の中でそこで測ってる部分っていうのは、僕はありますか。でもそれ結構いい話だな。うん、俺大学時代は、うん、そのレースによって調整の距離が変わってたんですよ。うん、多分そういうチームも あると思うんですよ、うん、僕らは。人によってはあると思うんですけど、うん、それが言い悪いじゃないんですけど、うん、僕の場合はなんか例えばロードレースだったら、2キロで調整したりとか、1キロでやったりとか、うん、1日前にやったり、2日前にやったり、まあ、もしくは今みたいにそのちょっとインターバル系でやったりとか、いろんな刺激があると思うんですけど、やっぱり自分の体調を測るっていう意味が多分最優先だと思うんです、うん、調整に関しては。いう意味では、そのなんか調整を統一しちゃうっていうのは人によると思うんですよ。指標を作るっていう意味では一つのパターンとしてね、いい例の その考えなかったの。結構もしかしたら一つね、何かのヒントになればな。でこれ多分結構市民ランナーの方でも使えたりとか、なんか普通にそのね、一般のランナーの人にも結構使える話かなっていうのもあったので、だからこの2つ、今ちょっとパッと話したの2つぐらいでしたけど、こういうなんか動画を上げていけたらっていう、こういうパターンで上げていけたらいいなと思うので、ぜひ参考に。やっぱりその、一般でそのランナーされてる方って、やっぱり出る大会ってマラソンとかになると思うんですけど、やっぱマラソンされてる方ってどうしてもなんか試合の時とかになると分かると思うんですけど、なんかちょっと不安になりませんかね。そのいっぱい練習してきたけどちゃんと完走できるかなとか、タイム出せるかって、それみんな思ってること同じなんですけど、やっぱそういう時に変にあがいたりとか、変にそういろいろネットで見たことを今試してみようと思ってやっちゃうと、やっぱそれってあんまり良くないんですよね。なんかいろいろやったらいいだろうと思ってやるんじゃなくて、練習の時にそういうのは一生懸命いっぱいやってもらって、もうその調整なんかになったら俺今にも違ってなかったって言って、まあ、僕だったら今みたいに自己暗示かける感じでも大丈夫大丈夫って思ってやったりとか、サトシ君みたいにそのもう自分で毎回決まったルーティンを作っちゃって余計なことをせずに、その中であちょっといいちょっと悪いって思うんだったら、その何が悪いかっていうのをまた別で分析しないといけないんですけど、そういう感じでこう適切にこう対処していくっていうやり方の方が再現性があるかなと思います。もう付け焼き場でボンってやっちゃうんじゃなくて、っていう意味ではやっぱりすごい貴重な、ね、ライバル同士お互いそういう話普通はしないで、逆に秘密にしてやってやるから、なるほどと思って聞いてました。そうね、まあ一つね、こういうのもなんか参考にしていただけたらなと思います。どうでした。はい、ありがとうございました。ニューイヤー駅伝順位予想大会、体重を測ります。